を結ぶ。よもやトールハンマーを持っていながら敗北を期することになるとは。アマツさえヤールングレイプルまで奪われる手いたらく、魔王軍への帰還も遠ざかったやもしれませんね。さらにはリアとの結婚も。リアと結婚できなかったことがそれほどショックでしたか。ダニエル様、お気を確かに。大丈夫、私は正気ですよ。そしてショックですが、諦めたわけではありません。恋は障害が多いほど燃え上がりますから。愚問だったな。ダニエル様は元から少しおかしいんだった。根は悪い人じゃないんだけど。しかし次はどうしたものか。トールハンマーだけではどうしようもありません。それなのですが、以前トールハンマーに説明書がついていたのを覚えておりますか。ああ、ありましたね。あれに何か打開策が書いてる可能性もあるかと。確かに基本事項以外は読んでいませんでしたね。ちゃんと読んでおきますか。説明書を読んで、トールハンマーを使ってリアと結婚です。先は長いな。このペースならあと1週間もすれば工事も終わるんじゃないか。ああ、王都から復興支援の人員が送られてきたのが大きいな。王都も今回の一件は国全体の問題と認識していますから。我が爆裂魔法で壊れた分も保証してくれるとは、王都もなかなか太っ腹ですね。だって私たちダニエルを倒した英雄ですもの。セナさん、俺に言うことありません。佐藤カズマさん、疑ったりして本当にすみませんでした。気にしないでください。寒い牢屋で一晩過ごしただけですから。冷えて固くなった晩飯を泣きながら食べただけですから。魔王軍幹部やデストロイヤーまで倒したこの俺の言い分に耳を貸さず、非常にも牢にぶち込むなんてね。ああ、返す言葉もありません。ですがすみません、これも仕事なもので。無実の人を監禁することがかね。まったく、そんなことをやってる暇があるなら彼氏の一人でも作ってみてはどうだね。ええ、本当にそうですよね。あ、おっしゃる通り、勤勉に仕事に打ち込むあまり余暇もなかなか取れず、いい年をして彼氏の一人もいませんが、それが何か。いえ、全然いいと思います。あまり調子に乗らないでください。以前にも申し上げたはずですが。ごめんなさい。それより今回は国全体を巻き込んだ大事件よね。報酬とは別に何か特別なご褒美をもらうことはできないの。そればかりは私に申されましても、何か戦利品でもあれば別途報酬をもらえるかもしれませんが。戦利品？ああ、そういえば。というわけで、この手袋を持って王都に行くぞ。すごいじゃない。
ダニエルの討伐報酬に加えてさらに大金が入ってくるってわけね。ああ、まさかヤールングレイプルを3億エリスで買い取ってくれるとはな。トールハンマーなしには使い道のない代物のはずなのに、どうしてそんな大金を出すのでしょうか。研究と保管が目的だろう。まあ王都に渡した方が再び奪われる心配もないし安心だ。ダニエル討伐報酬の金が入ってくれば借金完済だ。よし、今夜は高級シュワシュワでお祝いしましょう。ちょっと待ってください、これから王都に行くのではなかったのですか。カナスマ、カズマ様、わざわざご足労いただき恐縮です。いえいえ、遅かれ早かれ王都には来る予定でしたし、踊り子コンテストもいよいよ決勝戦ですからね。九段の踊り子コンテストのことはアイリス様も痛く楽しみにしておられるようだ。気兼ねなくコンテストを続行できるのはカズマ殿と皆さんのおかげ。私からもお礼申し上げよう。そしてこれが、なあ、ヤールングレイプルだ。トールハンマーを使うときに必要な道具らしい。はい、こちらでお預かりします。オートで研究しつつ厳重に保管しますから。それならダニエルに奪われることもなさそうだし安心ね。報酬は後日責任を持ってアクセルへ届けよう。ねえ、今回は私たち国のみんなを助けたようなものよね。だから特別なご褒美をもらうことはできないかしら。おい、アクア、報酬をもらっておいてさすがにそれは。そうだな、我が国の国庫からというのは難しいが、私で力になれる範囲でよければ。何が望みだ。私、あれがいいわ。あのね、カナスバ